かつて3人の男が桃園にて義兄弟の契りを交わした。生まれた時は違えど同じ時に死せん。しかし今繁盛に関羽が倒れ、張飛も部下の造反で命を落とした。一人残された劉備、その悲しみは深く怒りは激しい。それから時を置かず、魏では曹操が没し、曹丕がその後継となる。曹丕は五冠の帝から禅譲を受けると、自らを魏帝と号した。これを知った劉備は、漢の世を継ぐべく、蜀漢の帝の座に就く。年が明けると、劉備はまず、魏兄弟の仇である呉の征討を宣言。上将となった諸葛亮の制止も聞かず、自ら軍を率い進発した。劉備を守るは趙雲、そして義兄弟の忘れがたみ趙宝と韓光。体得の悲嘆と怒りは魏領に仇敵を打ち果たせるか。韓安国、勝利のため手を尽くすつもりだ。言っただろう、お前にはまだ早い、恩人に戻れって。私にも実戦の経験はある。張飛、なぜ私を止めようとする。危なっかしいんだ、お前を見てるとなんだかな。子供ではない、人ではいられない。戦場で十分やっていける。父君の仇を討ちたいという思いもお前と同じだ。だがこの状況でいつまでも立ち合いをしているお前たちはまだまだ未熟ということだ。そう、観光、重宝敵を撃つために。
事だろうか。様子を見に長飛のガキが首相にも敵討ちってか。お前もあの世に送ってやる。人任せになくできるかよ。俺が戦ってみんなを守ってやるんだ。伝令、敵の家系部隊が林へ向け進軍開始。率いているのは関東のようです。戻って家系部隊を撃つか、この先へどちらを選ぶべきだ。大丈夫長、みっともないとこ見せちまったが、カンコ、お前が来てくれて嬉しいぜ。ここだ、キラー君、やるじゃねえか。助かったぜカンコ、さっきは子供扱いして悪かったな。いつもながらお見事な武勇、出番もありません。マンコ、成長したな。お前の勇姿が見られて嬉しいぜ。よーし、今こそ俺の見せ場だぞ。よしに火を放て。家計を起こされた。もはや孫権を撃てる戦況ではないか。リクソンと交戦中です。トム、私憤を抑えていませんでした。急いでお助けしなければなりませんね。このまま劇場に任せ、進んでは危険です。殿を脱出地点にお連れしましょう。今は劉備を撃つまたとない好機です。あなたに邪魔はさせませんよ。同体だと？ならぬ、わしは兄弟の仇を撃たねばならぬのだ。そうなの、今の殿は陣を見失っておられます。陣、分かった。皆の被害を抑えるため今は交代しよう。劉備、冷静に下がる判断ができたとはな。よし、今こそ奴を追い立てるのだ。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありません。ここは引く。敵を打ち放ってくれたか。勝ったぞ。お見事、見せつけてくれますな。成長したな。お前の勇姿が見られて嬉しいぜ。逃さない。もはや五色同盟などないも同じ。覚悟せい、劉備。見事な戦ぶりだ。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。その勢い誰にも止められますまい。俺のことは一旦忘れてくれ。敵将を撃ってくれたか。すまない、これで撤退を続けられる。
星の敵が動きを見せました。脱出地点への道に向かっています。タイロを伝に劉備殿を撃つつもりだ。そんなこと私がさせはしない。この俺が相手だ。出番もありませぬが。消えやがって。邪魔はさせっかよ。野郎ども、撃ちまくれ。奴らの足を止めろ。敵が潜んでいましたか。先へ進むためには倒すしかありませんね。諸君は医療に孫悟の軍を破り戦に勝利した。しかし諸君はその先へと進軍することなく白帝城へと引く。自ら軍を率い戦った劉備が病の床に伏したためである。諸君の諸将と万民が心配する中、弱まっていく劉備の命だが、劉備自身はそれを静かに受け入れていた。未だ道半ばだが生きた。己として生き戦い抜いた。大志を掲げ天下万民を思い、時に己の情に従う。だから悔いはない。この終焉をも己の運命と思える。この先は後に続く者たちがそれぞれの道を戦い抜くだろう。ならばこの命は今
公園に使い合った義兄弟たちのもとへ。英雄は戦乱の世から解き放たれる。劉備様は、劉備様は大丈夫じゃろうか。これを劉備様に食わしてやってけれ。劉備様、劉備様。諸葛亮、あとは頼む。諸君の皆、私たちの陣の志を。将校殿、つらい思いをさせてすまなかった。玄徳様、私幸せだった。おお、運長、よくとく。どこへ行っていたのだ。